大きなイルカ。ドルフィンスイムって知ってる？イルカと泳ぐんだけど、それが可愛いのなんのって。イルカってとっても頭がよくってさ、人懐っこいし、一緒にいるだけでとっても癒されるんだ。キューっていう声がまた可愛いんだよ。そうだ、動画もあるから見せてあげるよ、たっぷり。スネ夫のやつ全然羨ましくないよ。でもイルカと遊んでみたいよ。そんなにイルカと遊びたいなら海へ行こう。本当？どうしたの？今日はやけに物分かりがいいね。ダム兄はね、やったー。それじゃ行こう行こう。どこへ？いや、その宿題をやってからよ。もちろんです。海でイルカと泳いでるはずだったのに。だったら海で宿題をすればいい。水よけロープ。このロープの中には水は絶対に入らないんだ。それでどうするの？このまま海に出発。不思議な空間だね。その前に取り寄せパック。はい、まず宿題。そうだった。じゃあその間僕は潮干狩りでもしに行くか。あー、ずるいよ。のび太くんは宿題を終わらせてからだよ。この漢字なんて読むんだったかな。キュンキュン。あ、そうそう、救急車。え、カモメか。あー、なんだか嫌になっちゃった。黒にしよう。キュンキュン。気に入った？よ
ホシクロ、今度はジャンプだ。クロすごいぞ。これならスネ夫に思いっきり自慢できるぞ。イルカなんてどこで見られんだよ。いいからいいから。こっちこっち。なんだここは。素敵、海のお部屋なのね。ここにイルカが遊びに来るんだよ。本当か。すっごく慣れてて可愛いよ。おいクロ、こっちへおいで。なんでその犬みたいな名前。体が黒いからクロって言うんだ。黒いイルカなんているか。来ないじゃないかよ。来ないじゃないか。おかしいな。クロ。あ、いたいた。え？どこ？全然見えないぞ。こっちに来るぞ。はい、こっちこっち。で、まさか。やっぱりシャチーだ。みんなと友達になりたがってるよ。のび太くん、これはイルカじゃなくてシャチーだよ。ん？シャチー？シャチーは海のギャングなんだぞ。ギャング？銀行強盗なんてしてないよ。そうじゃなくて海の暴れん坊ってこと。クジラを襲うこともあるんだ。クロが？まさか。のび太さん、離れて。噛まれたらどうするんだよ。平気平気。クロ、みんなに挨拶して。クッコー。ほら、全然ギャングなんかじゃないよ。クロ、みんなにあれを見せてあげてよ。すげー、上手ね。ほんと。次はジャンプ。頭が良くて人懐っこい一面もあるらしいけど、ここまでとは。もう帰る。僕騙されないぞ。そっちは。シャチはとっても危険なんだ。ドラえもん、なんとかならないの？そういうことなら、エラジャーブ。これを鼻に詰めれば海の中でも呼吸ができる。いや、見ないで。びっくりラッキーマンボウ。 D ボタンを押してラッキーマンボウが飛び出す箱の色を当てよう。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。乗ってなかったぞ。
どうしたの？何どうしたの？静香ちゃん、ごめん、それのび太、じゃあお前のび太さんだろ。みんな、そろそろお腹が空いたよね。バーベキューでもしようか。賛成。食事前は手を洗わなくちゃ。これとどれにしようか。あいつが魚を食べた。シャチなんだから当たり前だろ。クロもお腹が空いてたんだよ。お前が食べられなくてよかったじゃないか。笑えないよ。僕らも同じ目に遭うかもしれないんだぞ。うまい。取れたてだからね。僕ちょっとおしっこに行ってくる。遠くでするんだぞ。わかってるよ。クロにも食べさせてあげたいけど。クロは焼いたホタテなんて食べないよ。そっか。クロ、どうしたの？どうしたんだクロ。スネ夫の方へ行ったぞ。綺麗だね。うん。のび太さん、見て。友達を連れてきたの？シャチは家族同士で群れを作るんだ。きっと仲間だよ。クロに家族がいたんだね。かわいいわ。でしょうね。ああ、忘れてた。あら、そう。すぐにやりなさい。はーい。う？のび太くん、もう一つ忘れ物が。
けな。うー、こんなに暗くちゃ見つけられないよ。まったく、机を忘れてきちゃうなんて。